ちょっと私決心しました。寝腐れしちゃってるかもしれないですね。元気がないんですよね、前より。もうこうなったらできることは何でもやろうってことで、ね、やっぱ寝腐れって本来なら腐ってる根をね切るとこまでやった方がいいらしいんです。でも僕は素人なんで正直鉢から出すのが怖かったんですが、ちょっと一個やってみようと思います。来年のためにも、今年ダメで来年だとしてね、今年できることはやっておこうということで、一番元気のねこいつをね一回出してみようと思います。このあんま登場することなかった、間違えて買ったでかいやつ、ここでね結構むずいね。結構水を控えてたので、あ、でも湿ってますね。これは腐ってもありえるな。あれ結構根っこ生きてるな。あ、でもね下の方が生きてるけど、結局この間中間管理職部分がね終わってる可能性があるので、落としてやってみましょう。いろいろ勉強しました。ちょっと元気ないのが怖すぎて。ただやっぱりほとんどのところは鉢を植え替える、あとは匂いそんなだったのかな。どうなの、黒いと腐ってる怖いんですけど、よくこの根はここの白いのは腐ってないと。いやでもなんか思ったより腐ってない気すんな。お、見えてきました全貌が。こんな細かいんですね、面白。ちょっとこれを知れただけでも行動した甲斐がありゃ。あ、でもなんか思ったよりなんか状況は悪くない気がする。こいつ死んでねえぞ、こいつの根は死んじゃいねえ。あら、てっきり根腐れだと思ってたけど違うみたいですね。じゃあちょっとこれ、ごめんな、起こして。ダンステイで。ちょっとこれ大発見。僕は今日水をあげた後ね、気になってね土をこうちょっと耕してみたんですよ。そしたら水がね表面で止まってるんですよ。1枚めくったらサラッサラだったんですよ。まあでもこんな感じのとこもあるんですよね。今まで水、あ、ちょっと変えちゃう状態でやってました。ちょっとこれでやってみよう。発見ですよこれは。バイヤー高橋は中古を覚えた。根っこにはね空気も必要らしいですよ。うん、追肥&中古、これ最強かもしれん。どうも、岩手帰りの高橋です。どうも、本当にね、バテてまして、今復活したところなんですけども、今夜なんですけどね、こちらじゃーんですよね。まだ時代はね、なんかが出てきた時はね、そんなことないんで、こちら秘密駅、久しぶりですね。最近やっぱりちょっと元気がない、トウモロコシが。でもやっぱりね、初心者なんで何が原因かっていうのをもう常に探しているんですね。水不足なのか、肥料足りないのか、逆にやりすぎなのか、で水やりすぎなのか、そうじゃないのか、病気なのかとかで、一個やっぱ水は潰しときたいなと思って、じゃーん、サスティですね、水やりチェッカー、これを刺して、このね
部分が水色が変化するんですよ、水の量によって。っていうのもね、やっぱり水のね加減っていうのがよくわからなくて、もう僕は上げるときはもう一気にバーって上げるって決めて、で頻度をなるべく落とそうとしてるんですけど、上の土を見ただけではねやっぱ判断できないんですよね。中の土が湿っちゃってると根っこが湿ってる、その状態で水を上げ続けると常に湿った状態になるので、それはさすがによくないらしいんですよ。ずっと湿ってたらいいと思ってたんですけどね、ダメみたいっていうことなんで、ちょっとこれを刺しまして翌朝見てみたいと思います。そしてちょっとね嬉しいお知らせができるかもしれない。うん、いやできます、明日。サスティよ、サスティ、なんちゃってサスティよ、落としてやっちゃってサスティよ、いか省略して。あ、おはようございます。今すっきりいっぱい寝ましたわ。ねえ、カメールもあんなに育って、ね、昨日刺したサスティどうなってるでしょう。こんな感じですね。ここは水あげると水色になるらしいんで、この後あげてみようと思うんですけど、昨日言ったね、嬉しいご報告こちら。あら、立派な。それこっちも出ました。よかったよ、順調に育ってるかと思いきや、でもね葉っぱがちょっと元気ないんですよね。まだ肥料が必要なのかな。でも上げすぎてもな、肥料焼けしちゃうしな。まぁ、ちょっともう一回水を思いっきり上げて様子見たいと思います。上げてみよう、上げてみよう。まあでもやっぱ染み込みづらくなってるような気もしなくもないですね。サブジサスティブルー発言。でこれがどんどんね減っていくわけですね、土の水分量によって。いやこれは便利ですね、今は大丈夫って感じで。やっぱりね空気が必要ですから、ちょっと中耕しましたね。うん、これでね、なんかねちょっと表面にこの何なんでしょうね、黒い土じゃなさそう。これ何なんでしょうか、病気？それとちょっと茶色くつく。何これ、これ大丈夫なやつ？これだけ心配。今ですね、友達の、まあ、農家の人なんですけど、やっぱりねさっきの赤いつぶつぶの周りに動いてる赤いのもあってね、卵なんじゃねって。ダニとか、ちょっと草育てんのは楽しいけど虫はちょっと上ですね。で事前に買ったこれの出番かもしれない。こいつが効くかは分からないんですけど、どっちにしろオスフォが出てきたらこれをかけた方がいいってことなんで、こいつを今からぶち込んでいきます。どうだ、どうでしょうか、どうでしょうか、どうなんでしょうか。はい、すぐお風呂に入ります。1日経ちまして、やはり地中のね水はあるんですね。水はまだあげません。もはや一刻の猶予もない。モスピランはね、お師匠に教えてもらいましたよ。こいつは効くぞ、慌てる。これはね僕は断定しますよ、虫害ですよ、虫害。虫さんのせいで栄養食われてこんな葉っぱになってしまってる。こんなにねトウモロコシは頑張ってくれてんだ。コスホもほらこんな
ピーンとね、あ、綺麗になってんのにね、見過ごせないですよ。やあ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 。ハロー、たかし、出来たてのポップコーンはいかが？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 